2019年3月までのメガネスーパー本社、メガネスーパー茨城店メガネスーパー平方店、メガネスーパーは株式会社 VH リテールサービスが展開しているメガネ、コンタクトレンズなどの販売を行う全国チェーン店。本校では運営企業である株式会社 VH リテールサービス並びに持ち株会社である株式会社ビジョナリーホールディングスに関しても記述する。 1973年に前身となる有限会社ニュー湘南メガネとして神奈川県小田原市でまた1976年に埼玉県埼玉市で有限会社メガネスーパーをそれぞれ創業。1980年にニュー湘南メガネを存続会社として株式会社メガネスーパーと改装。以来全国主要都市に メガネコンタクトレンズを中心に、補聴器、化粧品、健康食品、プチシルマなどの販売チェーン店を展開するほかしている。このほか、低価格帯に抑えた若者向けのメガネ店舗発チ、メガネ戦火を運営していたが、メガネスーパーの経営不振と価格競争路線からの転換に伴い、閉店や通常業態への変更が行われた。メガネスーパーのイメージペットキャラクターは、 フクロウのタンとその妹のフクリン、ゾフジンズ等の低価格販売店の台頭により業績が低迷し、2011から2013年の3期連続で債務超過に陥った。2012年に創業家出身の役員が退き、アドバンテッジパートナーズを中心とする投資ファンド主導による経営再建を図っている。 2014年9月には累積損失の減少を目的に減収を行った結果、資本金が1000万円となり、法制上、中小企業となった。2015年7月23日、当初は同日、メガネスーパーが提出した優化証券報告書において、最近4事業年度において、営業利益及び営業活動によるキャッシュフロー額が不であることを及び、 同年4月末に債務超過の状態であることが確認されたため、同社は上場廃止にかかる猶予期間に入ると発表した。2013年に星崎直彦が社長に就任して以降、価格競争路線から脱し、県岸やフィッティング、アフターサービスなどを充実させたアイケアカンパニー路線に転換して低価格店との差別化を図った結果、 2016年4月期には9期ぶりに営業利益が黒字に転じた。営業活動によるキャッシュフローも生徒なり債務超過も解消されたため上場廃止猶予期間は解除された。2017年1月に富山県を営業基盤とするメガネハウスを子会社化し、同年6月に大阪府を 営業基盤とし、かつ、経営危機に陥っていた清水メガネの事業を譲り受けする受け皿会社として、関西アイケアプラットフォームを設立し、関西アイケアプラットフォームは、同年8月に、清水メガネから全事業を譲り受け、同年11月1日に、株式移転により設立された、株式会社ビジョナリーホールディングスの完全子会社となった。これに伴い、 メガネスーパーは同年10月27日付で上場廃止となり11月1日付でビジョナリーホールディングスが上場した2019年3月にはメガネスーパー本社を小田原市からビジョナリーホールディングスと同じ東京都中央区へ移転した2019年10月に滋賀県を営業基盤とする大塚メガネを子会社化したが 大塚メガネは2020年2月に関西アイケアプラットフォームへ吸収合併されている。2020年9月24日にグループ再編が発表されビジョナリーホールディングスが保有していたメガネハウス全株式は同年10月30日にメガネスーパーへ譲渡されたほか株式会社メガネスーパーの称号も同年11月1日付で株式会社 VH リテールサービスへ変更した。VH リテールサービスは、同年11月1日付で、関西アイケアプラットフォームと、道のくアイケアプラットフォームを、吸収合併した。2020年12月現在、秋田県、奈良県、和歌山県、鳥取県、島根県、岡山県、徳島県、高知県、大分県には、ビジョナリーホールディングス参加の店舗がない。 大分県はかつて出店していたが撤退している。富山県は VH リテールサービスの子会社であるメガネハウスのみ出店している。また、香川県は一時撤退後2015年10月に再出店しており、三重県、京都府はコンタクトレンズ専門店のメガネスーパーコンタクト各1店舗のみである。滋賀県は VH リテールサービスの一ブランドであるメガネの 大塚のみ出展している。など、基本的には、スポット CM 中心。創業当時は合併以前で、大宮市であった。会社としては、ニュー、湘南メガネの創業を、会社の創業年度としている。当該法人は、横浜スタジアムへ広告を掲出し、年間席を購入しているが、横浜ベイスターズへのスポンサードは行っていない。横浜ベイスターズのスポンサーとしては、 株主構成4社、ベイスターズ、横浜会のほか、ユニフォームスポンサーとして2008年度は、野島、リスト、マイナビの3社が挙げられる。ビジョナリーホールディングスに関するカテゴリー、VH リテールサービスに関するカテゴリー、ありがとうございます。